どうも、エイプリルフールで嘘をつくやつ絶対殺すマンの田島京志郎です。いや、その殺すマンって言ってタイトルつけて危ないかどうかだけいや、そのエイプリルフールで言うやつ俺頭くんだけど、いや、もうそろそろつまんなくない？エイプリルフールで嘘をつくのどう思います？あのね、去年はね、ノリノリでエイプリルフールに嘘ついたんですよ。まあ、その嘘っていうのが、今日までにチャンネル登録者1万人いかなかったら坊主にしますっていう嘘なんですけど、それね、あの嘘のつき方をちょっと変えて、坊主にするのが嘘なんじゃなくて、あの気持ち悪いな、みんなあげてんじゃん。ちょっと頭きた。ラファエルもあげてるわ。そのな、エイプリルフールに嘘をつく、つかないやつダサいみたいな。エイプリルフールってやっぱその動画1本浮かせれるからみんな撮ってるわけじゃん。ふざけんなよって俺思っちゃうの。最近なんかエイプリルフールで嘘つくのムカついてきたんですよね。あ、そうだ、去年ここも今日までにチャンネル登録者1万人いかなかったら坊主にするんだったって思うじゃん。坊主にしません。いや、その坊主にしたんですよ。だからその日付を嘘ついたんだよ。坊主にするを嘘ついたんじゃなくて日付を嘘ついたってだけなんですよね。今もう荒れ地ですよ。頭が荒れ地って。いや、荒れ地の魔女に感化されすぎだぞ、今の言動は。いやー、エイプリルフールで嘘つくやつ絶対殺すマンの田島京志郎ですけど、いや、世界で何にしてるんでしょうねってことだね。まあ、いや、そろそろ嘘つくのみんなやめないって俺は思うんですよ。なるせも、いや、もうどうもエイプリルフールに嘘つくやつ絶対殺すマンです。おい、黙れよ。 LINE ふざけんなよ。はい、あ、そうだ、ツイッター殺すって言っちゃダメなんだ。危な、絶対幸せ。どうもエイプリルフールに嘘つくやつ絶対タンスに小指ぶつけさせるマンです。小指ぶつけさせるマンです。どうも、どうも、エイプリルフールに嘘つくやつ絶対タンスに小指ぶつけさせるマンです。すごいな、高田健志ボットも杉谷健志の伝説になってる。高田健志から変わった。なんで大和田隆さんが今、ああ流れ星にたどり着いたのは君だし、景色順ですよ。俺しか気づいてなかった。成瀬さんが YouTube 見ます、全員死ねって言ってんのに俺しか気づいてなかった。デンデル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 デン。どうも、エイプリルフールに嘘つくやつ絶対タンスに小指ぶつけさせるマンですって。何それ。あ、もうそうするわ。やっぱ、いや、絶対殺すマンにしたかったけど、そのやっぱ最近なんかそのね、表現が厳しくなっちゃってる。ちょっとなんか耳がね、なんか詰まってる。嘘じゃないよ、嘘じゃないよっていうのが嘘なだけであって、
本当っていうね、嘘じゃないよっていう言動が嘘なだけであって本当は本当って。日本語って難しい。まあね、エイプリルフールに嘘つく役通、絶対タンスに小指ぶつけさせるマンでした。いやいや、まだ続けますけど、そのなんかしょうもないんでな、多分みんな嘘ついてるでしょ、結婚しますとかさ、付き合ってた人がいますって言って、しょうもなって思うんですよ。もっとなんか面白い嘘つけよって、エイプリルフールに嘘つくやつで、そいつの何かが分かりますよね。ナルセさんはひどいっすよね。 YouTube やめます、全員死ねーって。なんやそれって。全員死ねーが面白いですよね。なんでって急にね、なんかもう恨みがっていうね。まあね、嘘をつくのはね、今日がいいとからといってつかなくてもいいんじゃないかなと。つまんないじゃん、エイプリルフールに嘘つくって。じゃあ俺もうエイプリルフール終わってから4月2日からずっと嘘つきまくるわ。エイプリルフール以外嘘つくマンになるわ。もう4月1日以外 ずっと嘘つくマンになるわ。それとハロウィンの日以外ずっとコスプレするマンになるか。それ面白いな。あとなんだ、バレンタインデーとホワイトデー以外にずっとチョコをあげ続けるマン。大晦日以外にずっと明けましておめでとうって言うマン。違う、ハッピーニューイヤーって言うマン。もしくは大晦日以外に年越しそば食べるマン。以外ずっと年越しそばを晩飯にするマン。ワークマン。ちょっと怖いですね。ねえ。いや、笑えってことだよ、俺がこんな、って笑うときは。こんなね、見え見えの作り笑いするときはね、ここ笑うとこだよって言って、ワークマン。って言って。いや、マジ頭かいいわ。あ、嘘じゃないよ。いや、その、いちいちエイプリルフールは嘘じゃないよって言わなきゃいけないじゃん。ふざけんなよ。エイプリルフールって何なの？本当は。誰か。あ、俺が書いてた。エイプリルフールって何だっていうのをアンサイクロペディアでは見ていけない。なんだ、エイプリルフールとは毎年4月1日に嘘をついてもいいという風習。正午前。4月バカ。マングブシ、グジンブシ、プアソンダブリル。冗談も言えないような水か悲しい問題って俺なんかディスられてるわ。いや、じゃあ面白い嘘つこうよって話なのよ。そのちょっと気を引こうとする嘘やめろってことがいいね。じゃあ嘘つくわ、嘘つくわ。宇宙作ったの俺でーす。しょうもない、しょうもない、しょうもない、しょうもないので、なんかハッシュエイプリルフールで、
やば。何やってんだよ。してんが金儲けのために働くの嫌なのさ、金儲けのために一生かけるなんて、それで人間かよ、ロボット。投げやり、宇宙作ったの僕ですって投げやりツイートしといたわ いや、壮大すぎて俺は面白いと思うんだよ。宇宙作ったの僕ですって見え見えの嘘つく。そうそう、エイプリルフールなんだからバレる嘘つこうよって思うんですよ。なんか面白い嘘つきたいよね。宇宙作ったの僕ですって、あ、そうなのってなるけど、そのなんだろうな、なんかそのちょっと信じれちゃうのって嘘じゃないじゃん。まず嘘だけど、嘘ってなんだよ。まず付き合ってる人がいますとか、結婚しましたとか、気持ち悪くない？そういうの芸がないよね。宇宙作ったの僕ですくらい言えよって なんかと思っちゃいました。まあね、あ、エイプリルフールで、あ、12分もなっちゃった。まあめんどくさいんだよ動画。ちょっとすぐ短い動画にしてすぐに上げてやろうと思ったのに、めんどくせえな。じゃあもうとことん喋ってやるか。まあな、今頭かきすぎてめっちゃ頭かゆくなった。あ、これ嘘じゃないよ。うん、マイナス動画の落ちりから全部嘘でしたっていうのが嘘でしたっていうのが嘘でしたっていうのが嘘でしたって言って、そのくだりを30分くらいやろうかな。やめよう、疲れるから もう今口に出しただけで落ちりがバレたし。ということでね、本当に終わりにしようかな。いや、その喉乾いたわ。ちょっと水乗ってくるわ。延期戦、延長戦ね。いや、話すことねえわ。一回席立つとなんかやる気なくなった。じゃあね、バイバーイ。